JBJ 出身の高田健太&キムサンギュン、主演ドラマ、裸足のディーバ、ファンミーティングを大阪&東京で開催決定。超 JBJ 出身の高田健太とキムサンギュンが、東京と大阪でドラマ、裸足のディーバ、イベントを開催する。去年、Mnet、プロデュース101、シーズン2から誕生し、韓国国内はもとよりアジア6カ国7都市で、盛大にファンミーティングを開催するなど、フィーバーを巻き起こした韓国ボーイズグループ JBJ。中でも人気を誇った高田健太とキムサンギュンの2人が W 主演するドラマ、裸足のディーバが制作されることになり、キャスティング段階から話題を集め、8月から韓国 SBS などでオンエアされることになった。このドラマの日本での成功的な配給のため、主演の高田健太とキムサンギュンが出演するドラマファンミーティングが10月、東京と大阪で開催されることになった。総合エンタテインメント会社スターロードエンタテインメントの最初のオリジナルドラマ、裸足のディーバは、夢を果たせずに若くして亡くなった女性と、音楽で成功する夢を抱く20歳の青春たちが織りなすファンタジックラブコメディーだ。東京と大阪で開催されるドラマファンミーティングでは、高田健太&キムサンギュンの2人を交え、ドラマプロモーション&ファンミーティング形式で様々な演目、企画等により、多芸多彩な姿を披露してくれる予定だ。すでに2人は、6月に大阪と東京で合同ファンミーティングを開催するなど、日本のファンにはすでにおなじみだが、10月のファンミーティングでは、2人が主演したドラマの魅力を踏まえて、俳優としての力強い活動の開始を知らせる新たなショーになることだろう。イベント概要。 JBJ 出身高田健太&キムサンギュン、裸足のディーバ、ドラマイベント、大阪、2018年10月8日、月曜日、会場14時、開演15時、会場、オリックス劇場、大阪市西区、東京、2018年10月20日、日曜日、一部、会場13時15分、開演14時、二部、会場17:45、開演18時30分、会場、豊洲ピット、東京都江東区、出演、高田健太、キムサンギュン。内容、ドラマファンミーティング、トーク、ゲーム、歌、ハイタッチ会など、料金、全席指定9,800円、税込み、東京公演は別途ドリンク代必要。主催、株式会社 ARA 協力、株式会社エモーション、